こんにちは、大阪大輔エリカンです。今日は日本一治安が悪い西成を散歩してきました。わし疑問に思ったんですよね。西成って本当に治安悪いのって。なので自分の目で確かめに来たよ。ここは西成で有名な三角公園です。昔はもっとホームレスが多かったそうですが、今はとても少なくなりました。そして昔はもっと治安が悪いとタクシーのおっちゃんが言ってたけど、今はめちゃくちゃ治安が良くなってきてマシになったそうです。確かに実際歩いてみたけど全然治安良かったです。むしろ東京の方が治安めっちゃやばいな、悪いなって思いました。確かに東京の池袋や渋谷行くといつも誰かが喧嘩してて警察が入ってるのをよく見かけます。ただし今回西成朝夜歩いてみたんですけど、喧嘩している人誰もいなかったです。びっくりです。本当に東京と全然違うやん。ある日私は雨の日、傘をささないで西成をぶらぶら歩いていました。するとホームレスの優しいおじさんが声をかけてくれました。お嬢ちゃん、傘使うって。私はありがとうございますとお礼を言い傘を受け取りました。するとおじさんは、お嬢ちゃんどこから来たのと聞いてきました。私は埼玉から来ましたと答えました。するとおじさんは、ここは日本で一番治安が悪いんだよと教えてくれました。そしておじさんは静かに去っていきました。他にもエピソードがあって、私は西成で少し迷子になってしまってうろうろキョロキョロしていました。すると西成住民のおじさんが、どうしたのと声かけてくれました。関東ではなかなかそうやって声をかけていただくことはないけど、西成はよく声かけていただくことが多かったです。そして西成の人は温かくてめっちゃ優しい人多いなと思いました。ちょっと大雑把なところも大好きです。そしてどちらかといえば関東と違って本音でオープンで話すことが多いので、そういうところが好きになりました。本当にね、無駄なお世辞を言う人がいなくてめっちゃ好きになりました。最後に一つだけ素敵なエピソードがあって、私は大阪滞在中に食当たりになっちゃって、嘔吐が止まらなくて救急車に運ばれたんですよ。病院での診断が終わり、無事にタクシーに乗って帰ったんですよ。そしてタクシーから降りてちょっと歩いたら、めっちゃ吐き気が来て、ホテルのトイレまであとちょっとなのに吐くのを我慢しようとしても、この植木鉢の中で嘔吐しました。もうほんと恥ずかしいのと、それでも嘔吐止まらなくて、みんなが見てる中で嘔吐すんのすっげー初めてで恥ずかしくて、病院で飲んだお薬やお水ね全部吐いちゃったんですよ。するとそばを歩いている男性に、大丈夫ですかって声かけてもらいました。私は大丈夫ですって答えようとしてもずっと嘔吐してて、しかも男性の目の前でおい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 吐いていました。それでも男性は心配そうに見守ってくれてて、男性は心配で救急車を呼ぼうとしてたんですけど、私はそれを止めました。実はさっきも運ばれたんですよって伝えて断りました。私は男性に汚い姿を見せてすいませんでしたと謝罪しました。すると男性は全然大丈夫ですよって言ってくれて、そしてどこのホテルですか送りますよって言ってくれて送ってもらいました。するとたまたまお互いね、同じホテルに泊まってました。私たちは歩きながら少しだけ雑談をしました。私は、あなたはなぜ西成に来たのと質問しました。どうやら彼は2ヶ月前に北海道から西成に来たそうです。お仕事を探すためやってきたらしいです。どうかな、今ではお仕事見つかってるかな。見つかってるといいな。そして大阪でちゃんと幸せに暮らしてほしいなって思ってるよ。お兄さん、あの時本当に助けてくれてありがとうって今でも感謝しています。これから私はいろんな人と出会うかもしれない。もし困ってる人がいたら、お兄さんみたいに助けれるような人間になりたいとあの時思いました。西成でいろんな人に出会い、素敵な経験になりました。本当に西成に行ってよかったです。来年私は20歳になります。なのでその時になった西成住もうかな。